どうして瀬野君のことをサードって言うんだ。本当お前野球部でサードやってたんだ。へえ、本当か。じゃあ甲子園行ったことあんのかな。ねえだろう。소년원에수감된한소년이있습니다세노신지라는본명보다서드라는별명이더익숙한이소년은살인을저지른대가로이곳에입소하였습니다군대보다더엄한규율속에서지내야만하는소년원의일상서드는최근신도라는원생과의싸움으로인해징벌방이라고불리는독방에서생활하고있습니다저기지하지메이따가기마스이따가기마스뭐3日目だね자너한테이유있대라사お前さこの前の展開面白かったと思うのあれなちょっとやばかったんだあれセノ君と新藤君の二人はまだ静止寮にいるが君たちは気持ちを落ち着けて今日一日頑張っていこうはい、ね、아침식사를마친원생들은구보로하루를시작합니다時々嫌な夢を見る고교시절삼루수를봤다는이유로서드라는별명을갖게된세노그는이곳에들어온이후매일밤찾아오는악몽에시달리고있습니다守っている俺のそばを三塁ランナーが次々とホームへ走っていくやがて俺が打つ番になる ロングヒットを打って走り出すといつの間にかグラウンドには誰もいなくなるたった一人でホームインしようとするとホームベースがない俺はまた走り出す帰るべきホームのないランナーはただ走るだけだ走り回ってとうとう俺はへたばってしまうホームベースとは一体なんだ瀬野面会だよ서드를찾아온그의어머니食べなさい早くあんた食べたらあんたじゃないでしょお母さんって呼びなさいお母さんって호르몬이밑에서자란서드이지만어머니를향한그의태도는냉정하기만합니다ねえ、新聞部どうしてる？新聞部って？新聞部の女の子だよ。一度うちにも遊びに来たことあるだろ？覚えてないよ。なんだ。생활을꾸려나가기에바빠미처아들의삶을세심히신경써주지못했던어머니의고된일생もう帰れよ。いつも母さん言ってたでしょ？友達は選ばなくちゃいけないって。어머니앞에선아직어린아이와도같은서드에게어머니의무신경한태도는마음의상처가되어돌아옵니다お前が本当にあんな恐ろしいことしたなんてつまり君は一人の人間を殺したその原因となったのは女を使って金を稼ぐというつまり売春だね서드가살인이라는큰범죄를저지르게된원인은미성년자성매매라는또다른범죄가있었음이재판을통해밝혀집니다関東朝日少年院で勉強してきてください。あの手錠も気になるんだったらかけとこうか。いや、結構です。まだもう少しあるぞ。あ、まずいか。これはまずいとこ来ちゃったな。범죄의대가로형사들의에스코트를받으며낯선마을에위치한소년원으로향하던서드는마침마을축제로분주한거리로들어서던차안에서사회의떳떳한구성원으로각자역할을감당하며축제에참여하는이곳마을사람들의모습을목격하게됩니다
한 번도 사회의 한 구성원으로서의 삶을 꿈꿔본 적 없었던 서드. 내년과 같은 소년인데 다른 그런 마치 하시되고요. 곳곳와 그 같은 마치다. 그는 스스로 9월의 마을이라고 이름 붙인 이곳에서 출소 후의 새로운 삶을 다짐하며 소년원에 입소합니다. 오마이요, 시리 녹슨이 오래오래 하여가 시때 도이 스모리다. 난토가 이따라 도다야 되겠으라 시장한테. 뭐지도 있더거라. 도시단다. 예, 난다 안녕하세요. 하지만 소년원 신입생의 일상은 번번이 시비를 걸어오는 또래 수컷들과의 거친 투쟁의 연속입니다. 뭐라? 너 대내고 말아! 이곳 원생들에게 조금이나마 위로를 주는 건 가끔씩 소년원을 찾아주는 봉사단체의 활동가들 뿐. 남자들 뿐인 이곳에서 이성을 만날 수 있는 이 시간이 원생들에게 웃음을 주는 유일한 기회이자 이때 만난 연상의 여자들은 거친 일상에 지친 아이들에게 주어진 유일한 스트레스 배출구입니다. 아이들이 모두 이런 잠시의 기쁨에 빠져있는 사이 이곳에 막 들어온 새로운 원생이 하나 있습니다. 투비라는 별명을 가진 아키오. 아, 영아. 오늘 누가 온다 되겠다. 우리 무지무지 뜻이다고. 아노 길어 스커트 온다 하고. 오라요. 아까이 세타네. 다메나 안 아까였나 우리 온다라서. 지리가미와 가나시카라즈야 와카키노 夢を包んで捨てられるのみ。 서드는 이제 막 입수한 신입생 투비와 깊은 인연을 가지고 있습니다. 니비じゃないか。 よろしくお願いいたします。まあ、まだ彼は若いですからね。 あの、別所がやってるシーンに知ってんのかい。うん。昔の仕事仲間。仕事？うん。どんな仕事？ でも私はね、新聞部だけどさ。 한 마을에 살며 같은 학교를 다니던 서드와 투비는 신문부와 테니스부라는 별명으로 불리던 두 명의 여학생들과 친하게 어울리며 학창 시절을 보내고 있었습니다. 도끼는 맞은데나 했구나. この町出るにもお金がいるのよ。本当にね。お金がなきゃ何もできないの。 アルバイトやることしかない。金を作る方法は女たちが先に考えていた。 하지만 각자의 꿈을 이루기 위해 돈이 필요했던 여학생들은 쉽게 돈을 버는 방법을 생각해내고 서드와 투비에게 도움을 청합니다. 体を売るってどういうこと？どうして体を売っちゃいけないのかな？私やるのは平気だけどさ、やっぱり少しこだわってる。じゃあ、テストする？つまんないの。 こういうのこうやってさ、こうやってこうやの。よく勉強してるんだね。うん、何でも知ってんだから。誰か来るかな？大丈夫よ。そこじゃない。ちょっと失礼ですが、毎晩奥さんとばかりで退屈してません？なんだ君は。
그렇게 시작됐던 이들의 사업. 서드와 두비는 손님들을 끌어오는 역할을 맡습니다. あんた、なんでついてくんの？仕事ですから。マーキーよ。 君、なんでこんなことしてんの？うち、お父さんが交通事故で寝たきりなの。だからその職でね、お母さんアル中になっちゃって、私が働かなきゃダメなんです。大変だね。俺急いでんだよ。寝なきゃ。自分で抜きますから。それにしちゃ随分長かったですね。そう？あんまり気分出すなよ。 생각보다 쉽게 사업은 착착 진행되고. 네 사람은 마치 운동 경기에 임하는 선수들처럼 파이팅을 외치며 사업을 이어갑니다. 마다 하이텐노? 고한데요? 신지, 가산다도 온나다요. 난가 기나사요. 점점 더 쉽게 돈 버는 일에 익숙해져가는 네 사람. 하지만 어른들의 사회는 아이들이 생각했던 것만큼 만만하기만 하진 않습니다. 도시대 곤나고도 쓰르나? お父さんが交通事故で寝たっきりでしょ。お母さんがアル中なの。わかるでしょ。ほら、あの白いの着てる人。え？ちょっとヤクザっぽいぜ。いいわ、私がいいって言ってるんだから。うん。あの、どこまで行くんですか？公園で待ってて。 どうしたの? まだなんだよ。まだ? もう3時間も経ってるよ。 タフガイなんだな、相手は。 うるさいんだよ、お前は。 お客さん、時間です。 時間です。 まだ、終わっとらのじゃ。 でももう3時間経ちますが。 なんじゃよ、お前。 これからじゃ。 金返すから終わりにしてください。 신문부를 구하기 위해 나섰던 서드는 결국 한 사내를 죽음에 이르게 만드는 예상치 못한 상황에 말려들고 맙니다. 종종 소년원을 찾아와 서드의 생활을 살펴보던 담당 판사는 서드의 일기 속에서 그가 바라보는 사회의 이미지가 어떤 것인지를 깨닫고 관심을 갖습니다. 보통 자동차를 走らせると 네지가 回ります. しかしもし、ネジを持って持ち上げると 自動車の方が 回ります. 少年飛行というネジを持ち上げると一般社会という自動車の方が回るということかな。 자본주의 사회가 만들어낸 경제적 하류층의 가정에서 자란 아이들이 어렵지 않게 범죄에 빠져드는 구조적 모순 속에서 사회가 범죄자를 만들어내는 것인지 범죄자가 모순적 사회를 만들어내는 것인지를 가리지 못하게 된 현실이 바로 서드가 생각하는 사회에 대한 생각입니다. 平等というものはないと言うんだね。平等とは一つの救済のための概念に過ぎないと言うんだ。気をつけ。番号。この茶。 신입생 이비는 서드가 처음 그랬던 것처럼 하루하루 힘겨운 일상에 지쳐가고. 서드,助けてくれよ。助けるって何よ。プレッシャーが強くてまりそうだ。 결국 서드에게 도움을 청하지만 서드의 태도는 냉정하기만 합니다. 一人で頑張るしかないよ。 소년원도 사회와 마찬가지로 부모의 도움을 기대할 수 없는 아이들은 스스로의 투쟁을 통해서만 제대로 된 구성원이 될 수 있는 야만의 세계임을 서드는 이미 깨달아 버렸기 때문입니다. 도박과 草刈りの時に拾ったと
火をつけるのは自分で考えろと書いてあるけども、サードサード、お前一体どうしてここへ。あっちの子に居場所聞いたの。どうしたんだ一体。あのね、新聞部お嫁に行っちゃったの。それで稼いだお金でどこにあんだか分からなくなっちゃったの。なんだって。私ね、好きな人ができちゃった。あの時のお客さんでとっても優しい人、あの町でね一緒に暮らすの。じゃあね、さよなら。長い間の君たちの努力が認められて本当によかった。どうかご両親の期待を裏切らないように頑張ってください。おめでとう。誓いの言葉、新藤明。長い間私の目標は自分の暴力性との戦いでした。君には希望があるのか。希望？やりたいことあるよ俺には。私の希望は私には退屈だ。なんだ、ミミズが珍しいのか。鈴木先生。はい。先生、いらっしゃい。お願いします。はい。集合！集合！先生、先生！先生！逃げ続けて！セレツ、あ、逃げろ。どうそうか。それもいいだろう。이런구조적모순을가진사회에적응하지못한나약한아이들은결국그사회에서의탈출을꿈꾸지만그들이갈곳은이세상어디에도없습니다。세노知らないの。しかしサードもよくやるな。すっげえパンチだよ。だけどなぜ殴ったんだ。俺は走っていく。あいつとは逆の方向へ。しかし俺もまたホームベースのないランナーだ。ホームベースのないランナーはただそこを走り抜けるだけだ。각자가스스로의홈베이스를만들어가야하는냉정한사회속에내던져진아이들。서드는자신의홈베이스를찾기위해오늘도자신의속도로쉬지않고달립니다。もっとゆっくり走ってくれよ。走れよ、自分の速さで。사회의올바른구성원이되지못하면미성년자라할지라도사회의관심밖으로밀려나아무런희망도없이격리되어야만하는사회적모순을꼬집은1970년대의문제작서드는일본의유명영화잡지시네마준보가뽑은역대베스트일본영화100편에당당히이름을올렸습니다。시청해주셔서감사합니다。변두리였습니다。